美味しい、うまいぞ。はい、その散歩。今日はですね、おからパウダーを使った低糖質バスクチーズケーキを作っていきます。低糖質でね、バスクチーズケーキを作ろうと思って、私実は3回失敗しました。じゃーん、ね、3回失敗したんですけども、その失敗といっても美味しくないわけじゃないんですよ。もう一歩足らないところまで来てて、今回ね4回目でね、めちゃくちゃ美味しいバスクチーズケーキ、なおかつ低糖質低脂質のダイエットをねされる方にぴったりのものを作ったんで、ぜひ最後まで見てください。このね、3回の失敗で3つのポイントを改善することで、めちゃくちゃ美味しいプロが伝授するバスクチーズケーキができました。このその散歩チャンネルは低糖質とかダイエットをされている方向けのチャンネルです。ぜひね、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。そして高評価などなどはぜひね、動画を見た後でいいなと思ったらぜひ高評価お願いします。では早速作っていきましょう。レッツゴー。はい、ではまずですね、ヨーグルト水切りしていきます。使うヨーグルトは 100g なんですけど、ちょっと多めの150g ぐらいを水切りしてください。こんな感じでね、コーヒーフィルターで水切りするといいかもしれません。だいたい3時間ぐらいこのまま冷蔵庫に入れといてください。水分がねなくなります。でこの時にフィルターで包んじゃえば、これはクッキングシートとかでも大丈夫です。ちょっとねここでギューっと押してやると、もう水分がね出るので早く水切りができます。なのでこう包んでギューっと押してやってください。これで冷蔵庫で置いときます。そして今日は卵黄だけ使います。残った卵白はですね、こちらの動画でフィナンシェを作ってたり、トゥンカロンを作ってたりするので、こちらをご覧ください。これでね卵白消費できます。クリームチーズが 200g 入ります。はい、今回のポイント、きな粉を入れていきます。このきな粉を入れるとコクが出ます。 5g 入りました。そしてですね、小麦粉の代わりにおからパウダーを入れていきます。おからパウダーも 5g 入っていきます。今回のおからパウダーも国産のおからを使ったおからパウダーを使ってます。そして塩が1つまみ入ります。低糖質ということで砂糖の代わりにラカントを使っていきます。ラカント 40g 入ります。今回は糖質ゼロの甘味料ということでラカントを使いましたが、お好みの糖質ゼロの甘味料があればそちらを使ってください。もしねラカントがないよっていう方は、糖質は上がってしまうんですが、普通のお砂糖を使われても美味しく作れます。最後にレモン汁が小さじ1入ります。まず1つ目のポイント、美味しくするポイントは、低脂質低糖質だとコクがないんですよ。だって甘みも抑えられとって、脂身もなかったらそりゃ美味しくないんですよ。やっぱねスイーツって甘さと後味残るコクが大事なんですね。でも低脂質低糖質じゃ実現できないところが、私発見しちゃいました。まずね、低脂質バターとかを使う代わりにヨーグルトと、あと無調整豆乳、そして小麦粉を使ってないグルテンフリーなんですが、今回は小麦粉、薄力粉の代わりにおからパウダーときな粉で代用してます。これをね入れることでコク、そして焼き上がりのね柱となる軸がしっかりして、食べても食べてもフォークが進む、うまいぞっていう感じになってます。では混ぜていきます。クリームチーズもね常温に戻してるので柔らかくてすぐ混ざるようになります。で粉気がなくなったら、次は卵を加えていきます。卵2個ずつ入れていきましょうかね。はい、混ざったら次2個卵入れていきます。はい、ここでですね、水切りしておいたヨーグルトを使っていきます。入れていくのは 100g だけ入れていきます。はい、これを混ぜていきます。そして無調整の豆乳を 50cc 入れていきます。このね、無調整の方がおすすめです。調整豆乳だとね、あの砂糖が入ってたりするので、無調整豆乳をおすすめします。で一番最後にですね、香りがあるものは最後に入れるっていうことで、バニラオイル小さじ1入ります。こちらでバスクチーズケーキの生地の用意ができました。完成です。では型に流していきましょう。
今日はこちらの12センチの丸型を使っていきます。こちらにクッキングシートを少し大きめに切っていきます。そして手でぐじゅぐじゅぐじゅっとくしゃくしゃに丸めてください。こんな感じでね。そしてこれを広げてさっきの丸型に敷き込んでいきます。こんな感じ。はい、これで準備完成です。ではここに流し入れていきます。ここでポイント、今日はこの茶こしを使ってね、ダマが入らないようにこちらの型に流し込んでいきます。こうすることで滑らかな生地になっていきます。ちょっとね手間なんですけど、これをやっとくとすごく美味しい感じになりますので、ぜひやってください。はい、ここで型をトンと落として空気抜いていきます。はい、ではオーブンに入れます。はい、では230度に予熱したオーブンでまずは10分焼いていきます。スイッチオン。はい、2つ目のポイントは温度です。焼き時間を2段階に調整することで焼き色、そして中の滑らかさ、外がこんがりで香ばしく、中はとろりと柔らかい、このね2段階の食感を焼き時間と温度を変えることで、ちょっとしたね工夫なんですけども、この滑らかさを実現しました。はい、230度で10分焼きました。その後前後ひっくり返して温度を220度にします。220度にして15分から20分焼いていきます。はい、バスクチーズケーキが冷えて食べ頃になってます。では早速ね型から外していきます。そこもね綺麗に焼けてます。ではカットしていきます。こんな感じですね。ここがレアな感じで、上はしっかり焼き目がついて、これこそバスクです。艶やかでしょう。もうこの断面で美味しいのが分かりますよね。はい、では早速食べていきます。はい、そしてポイント3つ目、これは食べる時の工夫で太りにくくするっていうことなんですけども、この動画をね見てくださっている方はダイエットとかですね、糖質制限を目指されてこの動画にたどり着いてくださっている方が多いと思いますので、この情報をぜひ活かしてみてください。実は夜にね食べると太りやすいっていうのがあるじゃないですか。人間の体にはB01っていう体内時計の役割をしているところがあって、これが増えると太りやすい、少ないと太りにくい時間があるんですよ。太りやすい時間と太りにくい時間、食べた時ね。で、一番低い時がお昼の2時、一番太りやすいのが多い時ね、午前2時なんですよ。だから3時のおやつの時間は結構理にかなってて、午後2時ぐらいに食べると太りにくいって言われてます。逆に深夜の2時とかにね食べちゃうと、いくら低糖質で低脂質なスイーツだとしても太りやすいので、せっかくねダイエット気にしてる人がやっぱね深夜に食べちゃダメってことなんです。ぜひこれ覚えておいてください。では試食タイム、いただきます。やっぱねここ一番美味しいとこ行きましょう。はい、うん、滑らか、そしてねしっかり香ばしさもあってコクもある。この低糖質の弱点、コクっていうところをねしっかりカバーできてます。おいしい、割れながら美味しい。これは、いやこれはすごいかも。ボソボソも全然しないもん。ぜひご家庭で試してほしい。これはごちそうさまです。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。こちらのね低糖質低脂質のダイエットをされている方向けのおからパウダーを使ったですねバスクチーズケーキをご紹介しました。これはねすごくおすすめです。お店で出そうかなって思ってるぐらい美味しい。これをねご家庭で作れるようにアレンジしてますので、ぜひお試しください。やっぱり低糖質っていうことでコクとか旨味がないチーズケーキのレシピは結構あるんですけども、ちゃんと甘み、酸味、塩味、そしてですね低脂質なのにコクがあるっていうのはこのレシピだけだと思います。ぜひねこの動画が良かったなと思う方はチャンネル登録、そして高評価、ご質問などはコメント欄にぜひお願いします。はい、あのおからパウダーのレシピもこういった感じでありますんで、違う動画も見てみてください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。